ダイビングキャッチ。行け。パ
スを回す。前線の味方にロングパス。ロングパスを受けます。息の合ったエースプレーが見れるのか。ここでワンツーパス。ルズベルト君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。チャンス。これは見事な個人技だ。ペペ君、センターラインを越えて攻め込む。キャプテン、体ごとぶつかっていった。このラストは不発に終わります。ピエール君、ここからチャンスを作れるか。ここはパスに切り替えた。ハッサー君、スライディング、ナイスだ。いち早くつなぎます。ダイレクトでパス。これは見事な個人技だ。ドリブルでボールを運ぶ。鋭いスライディング。ダイレクト、タックルを決めた。妖精のようになった。まずいぞ。これは貴公子のプレーだ。やったね。ハイネ君、妖精のようになった。これは2度加速する。2人分、威力2倍のシュートだ。任せます。横に飛んだ。これがネットに突き刺さる。見事なゴール。この選手は要注目です。一気に行こう。行けない。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。よし、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。まずいよ。ヤクヤの力、その力を見せつけるか。それ目の覚めるような一撃だ。頼む、キーパーを優しく。体全体でこれを止めた。キャプテン、これが妖精のプレーだ。妖精のように待った。ナイス。ここからチャンスを作れるか。なんというテクニックだ。アークブリッジシュート。このようなシュートが放てる。横っ飛びで鋭く反応。若島津君、横っ飛びでキャッチ。このスライディングが決まった。横にかわしてきた。ピエール君、激しいタック。今がチャンスだ。チーム、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。アルベルト君、パスを回す。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。スライディングで止めた。ハイン君、飛び越えた。ハイネ君、ここからチャンスを作れるか。蝶のように舞う。ピエール君、ボールも狙いも届かない。ハイネ君、アウト。これはまさにしなやかな獣。狙い詰まった一撃を放った。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。あっと、ここは2人で仕掛けてきた。ここでワンツーパス。ペペ君、ここは抜かせません。あっと、見事にかわした。ペペ君、これはまさに天才のなせる技。これぞミラクルシュートなのか。モリカシ君、このシュートに反応している。あっ、はじきます。長いパスが通った。松山君、忙しい突破だ。もらったよ。素早く横にかわす。アルベルト君、ここは止めた。パスを出します。いけ。シャロ君、ここからチャンスを決めるか。ジャンピング2位だ。ここから一気に進んでいくぞ。ゴールはもらったぞ。森崎君、がっちりキャッチ。いいパスだ。このパスを取らずチャージが決まった。体ごとぶつかっていった。ピエール君、華麗なルーレットで翻弄。スライディングで止めた。それ。ここで大きくサイドチェンジ。サンゴール君、このボールをコントロール。よし、かばってくれた。ナイスパイ。ホームチーム、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。あっ、これはプレーでナックルだ。真正面からシュートを受け止めた。これは聖剣ディフェンスだ。このパスは通らない。ピエール君、激しいタックル。翼君、これは南米式のドリブルだ。鋭いスライディング。パス、
これは通るぞ。松山、ロングボールを送る。息の合った連携プレーが見れるのか。ここでワンツーパス。あっと、まさに脅威。これは見事な連携シュートだな。この調子で行こう。翼、このパスをカットします。横をすり抜けた。まずい。ドリブルを見せる。後ろに下がった反動を利用してダンス。そして強化なボレーシュートだ。若島津君、ボールはまだ生きている。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。ジャンピングニーだ。ナイスだ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。スライダーで止めた。ピエール君、ゴールを狙うも届かない。ゴールを浮かせて抜いた。その調子、その調子。すさまじい回転をかけた。アクディッチスレッド。キーパー一歩も動けず、鮮やかにゴールを。よし、この調子で行こう。それ、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。